半調節性交合器交合器とは、視界量における治療、研究等を目的として、模型上で顎運動や交合の様々な位置を再現する装置のこと。生体の上顎にあたる部位を上弓、下顎にあたる部位を下弓と言い,い、下顎頭にあたる部位を下等級と呼ぶ。交合器は、中心交合位などの特定の交合位を再現するものや、 速報運動や前方滑走運動などの顎運動を再現するものと目的に応じて様々な形態の装置が開発されている。下等級が生体と同じように下弓についているものをアルコン型交合器、生体とは逆で上弓についているものをコンダイラー型交合器という。特に顎運動の再現においては顎関節部の解剖学的な知見に基づいた。 設計がなされており、科学運動要素を解剖学的な平均値に固定してある平均値光合器のほか、火事や摂子炉などの生態の際を装置上で調節する機構を備えた調節性光合器も存在し、このうち下あご運動要素のうち一部の要素のみが再現可能なものを半調節性光合器、全要素が再現可能なものを全調節性光合器と分ける。 治療として補鉄物を作成する場合など、補鉄物を光合に合わせるように作成するためには、平均値光合器より半調節性合気、半調節性光合器、半調節性光合器より、全調節性光合器の方が確実に合わせられるように思われるが、実際は各種の誤差があり、本当に精密な再現は、困難なこと、化学運動要素を再現するために、 患者や歯科医師側の負担があること、どれを利用するにしろ最終的には、高校内で調整を行うことなどの理由により、患者の状態や作成する、補鉄物、必要となる、チェアタイム等に合わせ、交合器を使い分ける必要がある。調節性交合器を使用するとき上弓には、フェイス棒を使い上顎模型を取り付け、化学模型は、通常、高等くらいで得た。 バイトワックスを用いて、下弓に取り付ける。しかし、現代人の約80%は、高等感らいと、下藤安定は異なる位置にあると言われており、高等感らいで、化学模型取り付けると、生体のボンウィル三角は、交合器上の模型には存在しないことになる。上学模型を、フェイス棒を使い取り付けたならば、 化学模型は中心くらいで取り付けハウジングを移動させて、下弓全体を高等間合意にしなければ、いかに全調節性光合器といえども、生体と同じ運動はしない。化学骨の左右下等頂点と、化学摂取点を結ぶ頂点がなす、正三角形を言う。1858年にボンウィルが示した、化学骨の解剖学的な特徴であり、当時、 その一辺は4インチであるとした。平均値光合器の設計は、通常ボンウィル三角に沿った形態をしている。光合平面とボンウィル三角によってなされる角度を、言う。1866年にバルクウィルが示した。日本人では22度から24度程度と言われている。1805年に、ガリオにより発表された、超つがい運動のみが可能なガリオ光合器が、 最初の交号機である。日本補鉄科学会。P3 日本補鉄科学会。P38 日本補鉄科学会。P86 日本補鉄科学会。P66 島倉。P144AB 日本補鉄科学会。P91 黒岩日本補鉄科学会。P75 古谷や P8。ありがとうございます。